はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。まもなく4時になろうとしています。3月は26日の日曜日ですね。まだね、WBC のですね、関連のニュースがニュースサイトにガンガン上がってますね。もういいと思うんですけどね。まあ私このあんまり見ていないし詳しくないんでですね、まあそれをあんまりネタにできないんですけどね。大谷選手とかね、佐々木朗希選手とか、あの村上選手とかね、いっぱいスターが出ていますけど、まあその関連の話題も多いんですけど、まあ、これもその一つ、いや一つですね。昨日25日に出たデイリー新潮のニュースでございまして、WBC の収益は日本に不平等すぎる内容クエスチョン、分配金はたったの 13% というですね。激闘の決勝戦が終わり、2週間にわたる戦いに幕を閉じた WBC、 現役バリバリのメジャーリーガーを揃えた日本代表の快進撃はなお鮮烈な残光を放っている。しかし収益では日本が貢献しているにもかかわらず、利益の配分が不透明で公平な構図になっていないという問題点も指摘されていると、各も盛り上がって利を見せた WBC 国内の経済効果は破格の600億円とも試算されたというが、納得できないのはこれだけ日本が収益に貢献したのに利益の配分などが不透明で不公平な構図になっていることですとは関西大学の宮本勝博ですか、名誉教授経済学博士だ。どういうことか、そもそも WBC は MLB と MLB 選手会が作った WBC なる企業が主催している、 WBCI ですね、すいません、なる企業が主催していると。この規定によれば入場料や放映権料、スポンサー料やグッズの商品化などの利益は WBC が吸い上げ、その 66% を彼らが得て残りを他の国に分配する。 MBL に認められた枠は 13%、 NPB これは日本のことですかね、認められた枠は 13% だという。しかし WBC の盛り上がりは日本が一番、その収益も日本からのものが大きいはずとの声もある。もともと WBC は日本代表に対するスポンサー権も認められていなかったんですとはプロ野球選手会の森忠人理事務局長だ。日本代表のスポンサーをしたいという企業があっても WBCI に対してスポンサー料を支払うといういびつな構造になっていました。選手会で交渉するなどしてようやく各代表へのスポンサー権が認められた。これは大きな前進で、 66% と 13% という配分率の改善も課題の一つですね。この大会に関しての日本の貢献度は大きいですからと。こんなんね、この次から日本が取材したらええよ。で、来たい国は来てって言うてですね、全部日本でやったらいいねと僕は思いますけどね。これだけ貢献して 13% って、おかしいやん。それみんなじゃあ MBL に行くわけでしょ、しょうもな。いやもう次は日本が主催しような。じゃあワーストベールボールクラシックじゃなくてワーストベールベースボールインジャパンってええやん。WBIJ でわざわざですね、アメリカの会社に主催してもらう必要ないわけだって。そうしたらですね、まあ、大リーグチームは来ないかもわかりませんよ。そんなもんやってられるかって言って来ないかもわかりませんけども、別にアメリカ抜きでもええやん。キューバとかベネズエラ来るやん。で、日本のチームの方がアメリカより強いって今回見せつけたわけですから、本当のチャンピオンは日本なわけですね。であればですね、メジャーリーガーの選手来なくていいやんと、来たい人は有志でチーム作ってきたらええやんみたいな、そんなことにしたらええんちゃいますか。
こんなね変な構造でですねやって、まあまあ勝ったは良かったんですけども、別にそこまでねアメリカの顔を立てることもないし、アメリカ、大体アメリカの国内ではですね、WBC ってね、ほとんど、どう言いますかね、日本の盛り上がりの多分10分の1もなかったんじゃないかなという気がします。アメリカ人は野球っていうのは自分たちのスポーツであってですね、そう、自分たちがどう考えたって一番なんやというですね、意識を持ってるんです。そもそもワールドシリーズと言いますよね。あれアメリカだけでやってるのに、まあ100歩譲ってもアメリカとカナダだけでやってるのに何がワールドシリーズだねって話ですね。なんでワールドベースボールクラシックって、クラシックってどういう意味なんやろと思うんですけどね、まあまあ、五輪、野球は五輪でありましたよ。なかったかな、今ないんですね確かね、五輪って。なんで野球の世界選手権ってのはないわけであって、 WBC がそれみたいなものになってるわけですけど、別にそれはどこが主催者だっていいわけですよね。だから真のワールドシリーズ、ワールドベースボールなんたら、トライアルとかなんか、そんなんしてさ、そんなんしてジャパンでやればいいやんということだと思います。でまあ別にアメリカに主催してもらわんかってですね、アメリカのチームが来なくてもですね、まあまあ別にか、あれですよ、メジャー MBLA がですね、MLB か、なんかじゃメジャーリーグの人たちがですね、参加しなくても個人か有志かなんかで来てもいいし、今回のチェコみたいな形でもいいんじゃないですか、アメリカから来る人々は。チェコすごかったですよ、あれ。普段教師やってるとか、医者やってるとかいう人が、きちんと野球やってたやん。ちゃんと勝負になったでしょ、日本チームであって。あれ、実に素晴らしいですよね。あんな形で来てもええし、ということでやって。まあ、そうするとなったら多分、まあ、日本が圧倒的に勝つんでしょうけどね。まあ、それでもええんちゃいますの。キューバとかね、ベネズエラとか、メキシコとかで結構強いでしょ。あの辺も頑張っていただいてですね。で、上がった収益はきちんとですね、参加国にですね、試合数に応じて分配してですね。で、その他はですね、優勝チームの賞金にするということにしたらいいんちゃいますかね。なんと言いますかね、こう、日本人はね、押し通しすぎるんですよ、ほんまに。いろんな場面でね、押し通しすぎるんで、やっぱ金ばっかり持ってかれるっていう感じになりますよね。だからもう、もっとね、したたかにね、ずるくやれとは言いませんよ。嘘つけとも言いませんよ。そんな人はお隣さんと一緒でしょ。だから日本人は日本人らしくフェアプレーの精神で、こういろんなネゴシエーションもやってですね、それなりのシステムを作ってですね、それでなおかつそういう運営とかですね、システムを世界から称賛されるというのがですね、ベストではないんでしょうかね。あんだけ頑張ってみんなアメリカに持ってかれるってもしょうもない話よ、ほんまに。しょうもない話でしょう。こうワールドベースボールクラシックって2、30年前からあるんですよね。もっともっと本当のね、真のワールドシリーズをやりたいんだったらね、やったらええやんと思うんですよ。例えばアメリカのワールドシリーズで優勝したチームとですね、日本の日本シリーズで優勝したチームと、で、あとはですね、他はナショナルチームが来たらええやんというような形でですね、やったら多分日本は勝てませんよ、当然。ワールドシリーズの優勝チームに日本のですね、ジャイアンツとか挑んでもですね、多分それは無理だと思いますけど、まあでもそれはそれで面白い企画ではないかなと思いますね。今のこのワールドベースボールクラシックですか、これはちょっとなんかこう、いびつな感じであって、つまりね、アメリカ人も盛り上がるようなシステムしたらええと思うんですよ。その本当のワールドシリーズをやるならね、ほら日本来いや、こう電波にやっつけたんでみたいな、まあやっつけられるんですけど、で今はねナショナルチーム同士の形にしてでしょ、それがなんか中途半端やなという感じがしますね。もちろんチェコみたいにね、ワンセットしかチームが作れないという国があればね、それはもうワンセットでええやんと、ナショナルチームで来たらええやんと。で日本やアメリカはですね、なんていうか、一つのチームということでやって、やっても、まあ、それなりに面白いんちゃうかなという気はしますね。
このですね、デイリー新潮の1ページ目を貼っておきますんで、私最初の方だけ読みました。ご興味のある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。